覧いただきましてありがとうございます。まことチャンネルのまことです。今日はですね、去年レビューした、超テック様から、ご提供いただいた商品なんですけども、こちらの、使用感想レビューを、今日は、やっていきたいと思います。だって普通の懐中電灯に見えるんですけど、こうするとですね、安全ハンマーですね、はい、なのでなんか災害起きた時とか車の中閉じ込められた時に役立つ商品ですね、はい、だから災害の時にこれいいかもしれないですね、うん、だから家で使うんじゃなくてこれもう車の中とか外出先で、まあ、車の中でね、車の中にこれ入れといた方がね絶対役立つと思いますね、このハンマーは。で、それだけじゃなくて安全ナイフどこにあるかなっていうふうにいろいろ探しちゃったんですけど、こうするとナイフあります。これは何に使うかっていう話なんですけど、紐切るときに役立つ商品ですね。もう一つは充電ができることですね、はい、5200mAh ですね、うん、箱を開けたときにもう紐もついてますんで、つける必要はございません、はい、緊急の時にね、まあ、使えますね、 5200mAh なので。なので、これはメインじゃなくてメインはモバイルバッテリー持ってて、でもし何かあった時用にこれ使うのが一番おすすめですね、僕のおすすめは、はい、悪いところ行ってしまうと聞こえますかね、ちょっとジーって音がねちょっとね気になるんですよこれ、うん、そういうだけなんですよ、残念なとこ言うと。それ以外は特にね問題ないんですよね。で言い忘れてたんですけど、これ防水です、はい、なので水の中で使う方とか全然大丈夫ですね、防水なんで、はい、安全設計されてるので使わないときは安全ですよね。超テックさんから、商品提供いただきました、こちらの懐中電灯を、使用感想レビューね、させていただきました。皆さんも災害対策ねまだされてない方はねこちら買っとけば何かあってもね役立つと思います、はい、の動画が、陽子軒のね、チャンネル登録と、高評価拡散も、よろしくお願いします。各種、SNS やっています。 Twitter、Facebook、Google プラス、あと LINE等も、やっておりますので、もしね、陽子軒はね、フォローと友達登録ね、よろしくお願いします。ではね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。